はい、皆さんどうもお久しぶりです。パピプペパルパルどうもパルパルです。ここ2、3ヶ月ぐらいですね、私は動画をお休みさせていただいてたんですけれども、今日はいつもお世話になっている皆様に大切なお知らせがありまして、動画を撮らせていただきました。ここ2、3ヶ月その私が動画をお休みさせていただいてたのはですね、もともと言っていた通りアート活動の方にちょっと今注力しておりまして、で先日展示が終わったんですけれども、なんとですね、そちらの展示で無事に賞をギャラリーさんからいただくことができました。これ外人のよくやるかっこいいポーズ、決めポーズのやつということでですね、まさたかコンテンポラリーさんという日本橋にあるギャラリーさんから賞をいただいたんですけれども、大切なお知らせというのはここからでして、ここから、いや、受賞してのも大切なお知らせだねギャラリーさんから賞をいただいて、なんと来年の2月から3月にかけて私の絵をそちらのギャラリーさんで展示していただけることになりました。お、ちょっとシミがもしかしたら初めてかもしれない、化粧して撮影するというわけでですね、日程の方は完全には決まってないんですが、一応2月の半ばから3月の半ばぐらいまで3週間ぐらいですね、3人展ということで他の作家さんたちと一緒に展示をさせていただきます。もう今からちょっと緊張して、もうああいや本当なのこれ、もしマジで白目向くぐらい緊張するんだけど、ちょっとどういう風にこう作っていこうかとかっていうのもやっぱりすごく考えているの。怖いといえば怖いですね。はい、恐怖心は結構大きいです。その求められているものとかを考えてしまったりするので、なんかそれを考えたりすると、本当はまあ考えなくてもいいのかもしれないけど、なんかやっぱり恐怖心が結構先立っちゃって、あれこれでいいのかなみたいなのが、もう表現って別にもう無限にできるじゃないですか。だからやっぱり無限にできる分、自分は何がしたいのかっていうところを、まあ一番見つけていかなければいけないと思うので、ちょっと、これから半年ぐらいあるんですけど、多分すぐに半年過ぎちゃうと思うんで、頑張っていければなと思っております。というわけでですね、いつもお世話になっている皆さんに本当もう感謝して、やっぱりこうやって YouTube を始めたりとか、それで見ていただいたりとか、いろいろなことを経てからの今の私のこう、賞とかをいただけたのだと思うので、やっぱり皆さんのこう、力もあって、一緒にこう、いただいた賞だと思いますので、本当に、ありがとうございます。なんか、泣く予定じゃなかったんですけど。泣く予定じゃないから化粧したんだけどな。はい。というわけで、大切なお知らせというのはですね、2月から3月に来年のまさたかコンテンポラリーさんで絵を展示させていただきます。はい。ということです。受賞しましたっていうのも大事な報告なんですけれども、ぜひ今から予定をですね、3週間もあるので入れて、置いていただけたら嬉しいなと。もうちょっと半年後の予約をね、ちょっと取っておいていただければと思います。バイク動画の方もまたちょいちょい再開していきたいなと思っているので、ていうかね、去年の北海道が終わってないのにもう今年になってしまった。なのでちょっとね、去年の分を完結させて、またちょっと新しいのを撮ったりしたいと思います。それでは、皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録とコメントと高評価もよろしくお願いします。それでは、また会いましょう。バイバイ。